今日はねお天気だと思ったらなんと、曇り空ということで、なんて言ったって今日はね春休みと真ん中のね、ロマンスカーということで、もう満席でね、また賑やかにもパーティーになっちゃってるでしょう、このロマンスカー中。今日はねまた YouTube チームのみんなとね、慰安旅行ということで、またおなじみの温泉ということで、ね、私今日こそお風呂入りたいよ。今日はもう気兼ねなく気兼ねなく行けるね。そうかそうか。そう、あ、そう、今日みんな今日はね V あ今日めっちゃ漏れてる。このライト超漏れてる。超綺麗。しかも後ろの背景がさ、何気にこれ映えてる。これいらない、いらないわ。あ、ビリビリが。これいい。ちょっと背景紙見た。良くない？背景紙っぽくない？いい、余白なくせばいい。あ、いい、漏れてますね。漏れてる、あげあげとか。なんとね、ロマンスカー売り、ロマンスカーのホームのね、セブンイレブンで紀ノ国屋のプリンが売ってたの、私大好きでしょ。そうなのよ、びっくらこいて、セブンイレブンに紀ノ国屋入ってんだね。知ってた？いや、知らない。ごめん。いや、私感動しちゃった。なんかコンビニも進化したわと思って。おいしいおいしい私本当プリン好きなのよ。昨日も食べてました、ね、毎日食べてる。やばいよね。やばいですね。プリンは硬い派、柔らかい派、どっちですか？両方。でも大人になるたびに硬いのが好きになってきた。じゃあ小さい頃はプッチンプリンからスタートでしょ、うん、もう夜中に毎日お母さんに内緒でさ、冷蔵庫、夜中の2時3時とかに起きてプッチンプリンを冷蔵庫からさ食べてた。で、食べてないって嘘をね、毎回分かりやすいんですけど。絶対バレてますよね。そう、だって2個とかさ、1個しかないのなくなっちゃうの。今日紫外線強いわね。でも今日朝から日焼け止めしっかり塗ってきたから大丈夫。これってどうなってんだろう。これどうやって、ちょっとだけでも見せてもらおうかな。これってボタンがあるの？これってボタンあるの？これどうやって下ろすか分かる？これ下ろし方分かる？分かるの？これ下ろし方どうやって下ろすの？絶対折れるよね。どっかにボタンがある。ちょっと待って、でもこのロマンスカーめちゃめちゃ年季入ってる。でもここだけ言うと新しくない？この縁だけ。絶対ボタンよこれ。え、ちょっと分かんない。え、分かる？マジで。え、ちょっと本当に分かんない。分かる？これ絶対分かんないよね。手動だった。それしかないでしょ。うそ、ボタンと私やばいかも。完全デジタル人間になってる。そうだっけ？あ、そうだっけ？ただ私ボタンでピンってなるのかと思った。やべ、それか音声で下ろしなさいっつって言ったら降りてくるかと思った。なんか私もおかしなことになってるわ。いや、老婆にはこの草数つらいわ。あ、映えスポットよみんな。桜よ桜、橋と桜と私。すげえ疲れた。到着ということで、映えスポットでございます。すごい綺麗。ほら、すごい桜でしょ。すごい、なんかこの川の香り、うん、私ここ覚えてる。ここ来たことある？あります。しかも誰と来たかも思い出した。ここ一番有名なスポットです。来たことあるわ。ここP が確認してきてくれました、ご飯屋さんだそうでございます。ここ一番有名店です。あ、そうなんだ、
3、40分待ち。しょうがないわね。じゃあお花見しましょう。3、40分待ちということで、お花とアンドロジナスいかがでしょうか。桜、桜と私どう。これ多分ね、うちの近くにある桜と違うかも。これ川桜じゃないよ。でもソメイヨシノじゃないよ。ヨシノってる。ヨシノってる。ヨシノってないわよね、この桜。玉みたいに咲いてるわよ。玉桜。ほら、照明の玉とリンクしてるじゃない。計算してるのよ、これ多分。残念ながらこの桜、ソメイヨシノです。あ、そうなんだ、あら。なんで知ってるの。今調べた。調べられるのね。ヨシノってます。ヨシノってるんだ。じゃあ私がヨシノの知識がなかったってことで。全くないです。玉桜だと思った。全くなかった。勝手に私が命名したの。あるんですか、玉桜。知らない。玉のように咲いてるから。全部ほら玉っぽくない。ほらボンボンみたいに咲いてんじゃん。玉言いたいだけ。そうそうそう。初花できましたということで、私、天聖露の大盛りをいただきますわよ。おいしい。かぼちゃいただくわよ。隣のおじいちゃんとおばあちゃんがおばあちゃんがさ、確かにおいしいって言ったら、普段の生活の中にはさ、いない生き物なんでしょうね。そんなしない。でも自分たちも小田切さんと出会う前、小田切さんは、小田切さんのような人と出会ったことないです。本当？そりゃそうだ。未確認生物体みたいな。足りなくない？これもう一周する？頼めるかな？頼めると思うんですけど。寝るとこ何時だっけ？7時半だっけ？6時半です。ああ。4時間微妙。じゃあ温泉まんじゅう買おう。我慢しましょう。でもこれぐらいがちょうどいいんだよ。このちょっと物足りないぐらい、本当はね。何なんだよ。本当はの話よ。でも今日は欲にまみれていいと思ってるもん。せっかくの旅行だから。だからもう一周したいね。全然できますね。ね。で、まんじゅうぐらいにしとこっか。4時間後だもん。まあ、いけるんじゃないですか。でも結構がっつりだよ、夜。あ、でもいいよ、食べたかったら。私はちょっとやめとこうかな。まんじゅうぐらいにしとこ。大丈夫。おいしい温泉まんじゅうのお店知ってる？あ、ソフトクリーム美味しそうじゃなかった。これモンブランソフトクリーム食べようか、うん、見てみんなモンブランソフトクリームよ、すごいでしょ。そうよ、私ね、モンブラン大好き、メイキャップアーティストって知ってたでしょ。いただくわよ。なんかね、銀粉みたいなの乗ってるのよ、すごいでしょ。がっつりモンブラン、すごい。いや、外完全栗。完全なる栗でございました。真ん中にはね、ソフトクリームが入ってるんですけど、旅にはソフトクリーム。そりゃそうでしょ、あなたペロつきあげちゃうわよ。うん、おいしい。見てるよ、容赦なく行くわよ私ね。だってモンブランがあるのよここに。容赦なく行かせていただくわよ。ペロ突き上げるわよ。うーん、もうちょっと
恥ずかしいんでやめてもらっていいですか。そう、あのね、恥ずかしいじゃない、恥ずかしくないのは私だけみたいよ。そう、みんな恥ずかしってる。そりゃそうでしょ。ハマさんがね、食べる溶けちゃう前に食べてもらうために私自分で持つ。美味しい、すごい美味しいわよ。私箱根に来てモンブラン食べたの初めて。すごいでしょ、すごいモンブランでしょ。美味しい。もうね、私はモンブランの食べるモンブランを食べるときにもカメラを回さなければいけない人生になりました。こっちの方が顔が綺麗。あーすごいでしょ。ここはね、花の花だっけ初花だよね。なんだっけ、初花。初花というですね、私が来たかったね。こちら旅館っていうの、ここ。旅館に来ました。もう何もしわからないでね、私ね。もうなんかとりあえず箱根に行って素敵なとこともありましょうっていう感じでね。こちらもね、初花さんに来ました。感じでね、ウェルカムチョーリンクだったりとかね、こちらは焚き火でございますでしょう。いいでしょう、これすごいテンション上がっちゃうんですけどみたいな。もうね、私はね、ここに来るとね、なんかちょっとお上品にならなきゃなんて思っちゃったりしちゃったりしてね。え私はね、ここね、まず入った瞬間に香りがいいんですよ。すごいふわっとしますでしょ。このふわっとした感じがね、すごいいいなと思って。いや、この香り嗅いだことあるのよ。これラグジュアリーなね、旅館でね、嗅いだことあるわけ。わかりました。何だったっけ、好きな香りなの。後で聞いてみよう。売ってたらちょっと顔声優かなんかね。セクシーでしょ今日。セクシーでしょとか。旅館にセクシーな感じで来たよ今日。どう、あ、ここ下からクマが出てきちゃった。おなしないわ。落ち着いてください。もうリラックスで、カメラオンするとさ、リラックスできなくなっちゃう。なんか喋りたくなっちゃいますよね、小田切さん。いや、カメラがついてるから。自分でつけたら。なんか喋んない一日とか撮ったらどうですか。人といるときはやっぱ気遣って喋っちゃうのよ。まあ、今回はとんでもなく素敵なお部屋をね、チョイスいたしまして、ちょっと皆様にもね、お披露目したいなと思います。まずこちらはね、玄関でございまして、とっても素敵なね、またこの和のね、この畳の香りがふわっとしますでしょう。お部屋がすごいことになっちゃってるんですのよ。見てください。こんな感じで。もう今日はまたね、スイートルームということでね、私はね、この初花さんがリニューアルされてから初めて来たんですけれども、見てください。なんかすごいのよ。もう桜が満開でございます。このね、ロケーションすごいでしょ。ここにお風呂がありまして、今日はまたこのお風呂に入ってね、パシャパシャやろうかなと思っております。ということで、ね、これまたすごいわよ。こちらはね、あ、ここは何？これなんだろうね。談話室的な？ここで私ちょっと、じゃあ後でヨガでもしようかしら。っていうような部屋がここにありますでしょ。こういう感じでね。ね、ここでなんか私今日、一人で泊まるのにここに二つある。悲しみーっていう感じですけれども。ね、いや、素敵。ここの壁掛けとかもまたモダンで素敵じゃない。やっぱりちょっとこういうね、やっぱリニューアルしてからやっぱ今っぽくなりましたね。
桜の花とここね、書斎みたいな感じな、書斎っていうのなんていうの、ここでちょっと今日ね、一仕事するんですけれども、書き仕事を今日ここでしようと思っております。ここでね、あ、これライトつくんじゃない？見て、みんな。うん。いいんじゃない？ちょっと素敵よ。ちょっと一人で盛り上がっちゃってるでしょ、私。あ、大変。ここにね、なんなの？今度はここに何？ここに何かがある。あ、これは外と繋がっている。ここから外に出るんじゃないの？ちょっとみんな。大変よ。あら、どっから？あ、ここから、あ、そうそうそう、障子がこちらにございまして。障子がこちらにございまして。すごいわ、緑の香り、グリーンの香りがすごいでしょ。あー、もうお湯もいいお湯してる。すごいでしょ、ほーらって。舌垂れて、すごいでしょ。いや、ちょっとした庭園になっておりますよ、下。こんな感じでね、桜の木の目の前のお部屋がいいですよって話でね、今回私はこの部屋をね、セレクトさせていただいたんですけれども、まあ、いいタイミングで桜さんがね、綺麗に咲いてますでしょう。お風呂にね、後でちょっとパシャパシャしたいと思います。ね、ちょっと暑くなったらここでさ、のんびりしちゃおうかな、みたいな感じで。こういう感じでね。いいわよ、すごいじゃない。パッと、ウグイス発見よ。しーし、あそこにウグイスがいる。ほら、わかる？ここ、1212、ウグイス泣かないね、今ホーホーケーキを言ったよ。じゃないの。いや、今からお風呂入ろうかなと思ったんですけど、ちょっと一仕事して、夕食を食べてから、大浴場行こうかなと思っております。そうよ、その前にちょっとお持ちいただきます。そして、緑茶。はい、お持ちいただくわよ。これから夕食なのにこんながっしりしたお餅。うん、おいしい。うん、ゆず。久しぶりの入浴シーンよ、皆さん。ちょっと香ばしいシーンですけれども、ちょっと、皆さん我慢して見てちょうだい。桜見える？桜とアンドロジナスが見えるでしょ。ほーら、いい湯ですよ、皆さん。桜見えてる？いや、もうね、今週って今月も今週もなんですけど、もうスケジュールがびっちりの間で、今日ね、YouTube をね、慰安旅行なんですけれども、結局 Vlog を回すというね。いや、初花さんはちょっと皆さんもね、ちょっと気になってたんじゃないかな。初花はね、みんなも気になってたんじゃないかなと思って、ちょっと今 Vlog をして回してるんですけれども、いや、温泉といえばやっぱり癒し、私の人生といえば温泉ということで、もうね、温泉のないところに行くのがもうね、温泉のない国に行くのがね、ちょっともう嫌になってしまうぐらい、私も温泉が好きなんですね。こういう感じ、いいでしょ、すごいでしょ、ほーら。ちょっと足長効果、足長く見えるでしょ、私、ほら、すごくない？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10頭身でしょ、私は。
すごいでしょ。十等身よ。桜のリキュールで乾杯するわよ。スイッチ入りました。そうそう、待って、その前に、あ、じゃあ先に乾杯する。そうですね、桜のリキュールでカンパリング一人おかしいありがとうございます。いや、本当にありがとうございます、いつも。うん、めっちゃ美味しい。美味しい、うん、美味しい。カリフラワームースいただきます。あ、嘘か、うん、そうです、言ってた、うん、まず、うんうん、カリフラワー美味しい。ちゃんと味があるのに上品でまろやか。上品なものってあんまりちょっと味がさ、ちょっと物足りなかったりするから、うんうん、これちゃんと味 しっかりするね、うん、いいね。きつあ、それ新しいやつ。そうそう、どう、ちょっと言い方変えたの。最近頑張ってる、頑張ってる、オープニング今の冷やせてきためっちゃ冷やせてきたやば、自分の突然汗てきたえ、でもこれでもこれこれよくツイッターにも書かれてるんですけど、電車で間違えて音量そのままにしてあんたたちって流れちゃった、やばいみたいな。それやばいっしょ。ファンの方よくツイートしてる。本当。これはな、読み上げてください。私に漢字を読めと。はい。桜台炙り焼き、はい、こごみ薄こもろ揚げこもろ揚げ、なんとかこ、あ、衣揚げ、こごみ薄衣揚げ、そしてむかせですね、露光茶に素取りバンナスタプナードソースいかがでしょうか。いかがでしょうか。難しいです。難しいでしょ、こんな読めないよ。今からキャメラマンの浜さんのお部屋にね、ちょっと突撃しようかなっていうことで P と一緒に来ております。恐怖ですよ。そうでしょうね、恐怖のオキシトシン出ちゃうでしょう。ということでピンポンあります。ピンポンが怖いな。ノックで怖いよね。あ、ピンポン押した。もう寝てるのかも。もう嫌なんじゃないですか。確かに本当に。あ、ちょっと突撃ということで、あの浜さんのお部屋どんな感じなんでしょうかというね、ちょっと勝手に流れ込んじゃっていいかしら。そうよすごいジラシプレイしました。そうよ、すごいじゃない。浜さん寝てた今。ごめんね、寝てたよね。やだー、あら、素敵。なんかさ、もう突然開放的じゃない、ここ。これ桜の木でしょ、目の前。なんかさ、抜けが強くない、こっちの方が。うん、入った瞬間にふわっと全部抜けてる、うん、確かにね。浜さんってあれなんですね、なんかこういうホテルとか来て荷物バーってやるタイプじゃない。あ、じゃない、うん、すごい広げない。あ、一緒、私と一緒やんか。私も絶対広げない。そうよ、浜さんの荷物見して。見してとか一人身のメンズのね、カバンの中身気になりますでしょう。すごいでしょうねそう、このバッグ素敵と思ったのよ、このタッセルつけて。これ何、どういう時使うの、これ。いや、これはすごいでしょうって、これ使うでしょう。常についてるやつ、こうやってつける。なるほどね、まあ、着替え、大きい着替えね。あら、見ちゃう見ちゃう、これスキンケア。すごい、ハマさんのスキンケア初めて見た。ちょっとハマさん紹介してちょうだいよ。キュレル、うん、はいはいはい、いいよね、やっぱり、やっぱりキュレルいいよね。いや、あ、デコルテ大好き。そう、 いやそうでしょう。っていうか、私もキュレル持ってきた。本当ですか。やっぱりいいよね。もう残り少ないです。も
おお、すごい。そこ見え、そこ見えよ、そろそろ。そこ見えコスメ。すごいね。そこ見えスキンケア。素晴らしい。はい。そして、髪ボール。ああ。下地ね、日焼け止め下地ね。これめっちゃ好きです。ね、色出ないからいいよね。うん、ね、メンズラインっぽいかもこれ。うん。本当ですか。うん。それなんですか。初めて見た。オイル、ヘアオイル。ヘアオイルなんだ。あ、髪の毛用のオイルだ。初めて見たこれ。リッチオイル、うん、オーバイエッフェ、え、知らない。どこで買ったのこれ。これもらっ、ちょっといただいた、いただいたんだ、はい、あ、ヘアオイル忘れた、後で借りに来てもいいですか。コンタクト、なるほどね、ミニマムですね。メンズっぽいかも、分かってるわ、はい、これセラミドでちゃんとせや、保湿ちゃんと、これチューってすぐ保湿できるから、うん、はい、で、これ、睡眠不足でもね、編集後にね、寝る時間なくても、これ、ロッケ牧場でしょ。で、これは、日焼け止めマックス効果にね、透明だよね。透明です。これ、私も何回も紹介してるから知ってるでしょ。うん、使ってました。買ってるわー。これ、ミニマムでちゃんと分かってる、うん。そう。で、ちっちゃい、なんかちっちゃいのがいいんだっていう。これに入るサイズで。なるほどねー。選んだって感じで。でも、やっぱり潤いなんだ。これ、全部潤い強化型じゃん、全部。なるほどねー。だからオイルでもその乾燥系だね、じゃあ。で、分かってる。素晴らしいわ。なんで分かってるかって。そりゃそうでしょ、ヒロビューティーチャンネルの担当のハマさんだからよ。もう一人だけおかしいんですよ。いや、もう今日マジで疲れちゃって。いや、本当に、これぐらいテンションぶち上げていかないから、しょうがない。もう今にもね、そうなのよ。じゃあ、どんどんぶち上げてください。これ何、このかわいいウサギの、これ何ですか、みんな知らないんですか。おパンチウサギ今めっちゃ流行ってるんです。自分大好きなんです、おパンチウが。へえ、京都に行った時ポップアップやってて買いました。かわいい、後ろとかはおパンチウ。そうです、おパンチウ。やべえやべえやべえ、テンションになってきたじゃない。なになに、あ、素敵を見て、ちょっと P はこんな素敵なジュエリーをつけてきてさ、クリスチャンディオールに、クリスチャンディオールに、これってまさかあのカルティエじゃないの、先生。素晴らしいわ。じゃあ P の、ちょっとスキンケアをね、見せてください。みんな多分知りたいと思いますので。自分めちゃめちゃ持ってきてます、逆に。あ、これね、なるほどね、なるほど。あ、結構使うね。結構使います。あなたこれもう見せづらいんじゃない。そうですよ。もう素晴らしいわ。これ結構ラグジュアリーなラインよ。これ何？あ、これスプレー。あー、スプレーね。ハードスプレーね。クレンジング。あ、洗顔フォームね。クリアタイプね。はい。やっぱリポソームね。やっぱ肌最近、なんか結構揺らいでるんですけど、はい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 、リポソームいいよね。久しぶりまた戻して、はいはいはい、やっぱ基礎力が上がります。トガニーのローション使ってんだ。トガニーのローションめちゃめちゃいい。わかるわかる、めっちゃいいよね。本当に肌の浸透力一番いいと思う。わかる。いや、ここまで行き着くってすごいよね。すごい。しかベアなんだ。はい。これは美容液ね。はい、ハーブのやつ。はい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 。で、美白なんだ。そうです。結構今日、ホワイトロジストね。外に出たので美白美容液も。すごい。で、これ目元用のリポソームの美容液。すごいじゃない。で、これランコムのあの、締めのクリームね。はい。すごくない。なんかもうマダミーじゃない。マダミーです。私よりマダミーよ。私結構ミニマムだよ、今日。で、これ、あの、日焼け止め、同じの持ってきてる、今日。そうです、そうです。すごいね。好きなんで。しかももう結構使ってるじゃん。はい。私がいいって言ったから。そうです、そうです。いやー、さすが。分かってるわー。で、これが？これが、ラネージュっていう韓国のブランドで、うん、ラネージュのね。うん、結構これ。セラム。そうです。でもこれ結構スポットで乾燥した時に使う。なるほどね。私これ使ったことない。うん、これも結構いいです。あ、で、RMK のね、はい、このティントスキンファンデーションね。はい。素晴らしい。あとなんかこれ使ったことないので。はいはいはい。ドクターメディオンね。はい。なんか、こういう時に使ってみようかなと思って。すごいわよこれ、うん、いや、ここまでできるっていうのはなかなか上級者でしょ。そんな上級者が、上級者の P が入ったお風呂がこちら。だからもうそれが怖いって。ほらお風呂よ。ロックかかってます。もう旅館もロックをしてくれます。うーん、
いなんか興奮したら眠くなってきちゃった。早く早く帰ってください。本当に早く。じゃあちょっと本当にもう戻って寝ますね。じゃあ皆さんも、ちょっと今日はね、私ね、さすがに疲れてしまいましたので、これでお部屋でね、またのんびりお風呂に入ってから寝ようと思います。じゃあおやすみなさーい。